さあ今週も始まりましたアタック地方競馬、小堺翔太です。赤道ひろです。よろしくお願いします。そして今回のゲストは中川明美さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ今日も内容盛りだくさんですので、早速こちらのコーナーから参ります。今週行われた重賞レースを中心に振り返っていきます。全国の注目レースにアタック。まずは8月27日日曜日、ビズサーのビューティフルドリーマーカップです。はい、1番人気ノーブルシルエット、引きつけた逃げで落ち着いた流れに持ち込みました。勝負どころで後続を振り切って逃げ切り勝ち、危なげない勝ち方でしたね。実績を考えるとさらに上のステージでも期待が高まります。ノーブルシルエットゴール。同じく27日金沢の犬鷲賞です。はい、今回は積極的に出して2番手につけたラッキードリーム、早めに先頭に立って目標にされる展開でしたが、最後まで抜かせず、裏のメトリアが頭差まで迫りましたが、着差以上に強い内容でした。8番ラッキードリーム並んで5輪。続いては高知の黒潮菊花賞です。はい、大きく出遅れた夢の炎でしたが、早めに中段まで押し上げて向こう上面からさらに加速、一気に先段を捉えて先頭に立ちました。唯一デステージョが食い下がったものの、力の違いを見せつけて三冠達成です。2番手8番デステージョ。29日火曜日、門別の王冠賞です。はい、序盤は西健ボブがベルピットをしっかりとマークしていって見せ場を作ったんですが、当のベルピット 3,4 コーナーすんなり先頭に立って強い内容で見事三冠を達成しました。次走ダービーグランプリでミックファイヤーと夢の対戦です。同じく29日金沢の石川テレビ杯です。はい、勝ったのは2番人気だったダバンティ。スタートから1番人気ショーが福来たるが馬体を合わせてきましたが、直線突き放して6馬身差の圧勝でした。これで新馬戦から2連勝、距離延長もこなしましたし、先々楽しみです。快勝です。次は30日水曜日、浦和のルーキーズサマーカップです。はい、大外枠から楽にいい位置につけたアムクラージュ、早めに抜け出して独走、最後は遊んでいたということですが、時計も早かったですね。大型馬ですが小回りでこの機動力、この世代の主役候補でしょう。同じく30日笠松の岐阜金賞です。はい、勝ったのは2番人気ペプセでした。主張する馬がいなくて落ち着いた流れ、前有利の展開でしたね。外3番手につけたペプセ、逃げたクフィールとの追い比べを制して重賞2勝目を挙げました。朝の高大騎士とのコンビで着実に力をつけています。わずかにペプセ五輪。続いては31日木曜日、園田の兵庫若駒賞です。はい、落ち着いた流れでまみえみ桃太郎が自然と花に立つ形、道中もスムーズでしたし、4コーナー手前で仕掛けると後続を突き放しました。これでデビューから3連勝、一戦ごとに強くなっています。重賞連勝のゴール。同じく31日佐賀のサマーチャンピオンです。はい、4番人気サンライズホークが初重賞制覇でした。初めての 1400m 戦だったんですが、外から勢いよく先頭に立つと早めにリードを広げて快勝、2着争いが接戦だったこともあり、サンライズホークの強さが際立ちました。サンライズホーク逃げ切ってゴール。ここからはヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド浦和を振り返ります。まずは第1戦です。はい、地元浦和の中島よしみ騎手が逃げて落ち着いた流れ、先行した馬たちでの決着となりました。早め先頭から押し切ったのが3番人気秋山俊樹騎手、2着は大井の中原大成騎手でした。先頭はプレミアムプリマ秋山俊樹ゴール。続いては第2戦です。はい、1戦目に続いてここも積極的に逃げた中島芳美騎手、道中マイペースな流れに持ち込んで 3,4 コーナーでリードを広げると最後まで粘り通しました。2着は直線鋭く迫った秋山俊樹騎手でした。中島芳美クリムゾンオーラに行ってゴール。
はい、たっぷりレース振り返ってご覧いただきました。さあ中川さん、気になったレースはどのレースですか？はい、見応えあるレースはたくさんあったんですけれども、はい、やはり高知と北海道で三冠馬が誕生したということ、うん、ね、これはまたものすごい強いレースでした。そうですね、特に夢の炎には驚きましたね。あれだけ出遅れて、ね、一まくりで上がってきましたから ね、 いや、今後は楽しみになってきました、うん、そうですね、あとはあと、うん、2歳戦がね、うんうんうん、こう賑やかになってきたという感じがしますよね、はい、うんうんうん、まあ、ネクストスターを意識したレース、はい、で浦和ではね、ルーキーズサマーカップが行われて、ね、うん、アムクラ5馬身の差をつける強い競馬でしたからね、うん、はい、次の鎌倉記念も楽しみです。そうですね、もう次の世代の馬たちももう来てるというね、はい、ちょっと夏競馬の終わりらしいなというところもあるんですけども、うん、ただあの夢の炎もね、ベルピットの参加もそうですけど、ライバルもすごいこう任そうという競馬がありましたよね、うん、そこがね、うん、本当盛り上がりましたよ ね、 ね、私も紋別競馬場で王冠賞を見てたんですけれども、うん、石川大和騎手が1コーナーでね、うん、もうがっちりマークしていったじゃないですか、うん、でちょっとベルフィットも口を割るような素振りがあって、そうです、ね、これはもしやと思いましたけれども、うん、まあ強かった、まあ、強かったですね、はい、そして本当に夢の炎もね、中川さんにも振り返っていただきましたが、あの出遅れ全然関係ないですもん、ね、ちょっとね、もうスタートテレビに映らなかった、映ってなかったですもんね、どれほどの出遅れなのに、うん、あっという間にというのが ね、 ちょっとあの馬の今後というのも楽しみですし、うん、あとデステージョ長森騎手もね、やはりこう任そうという競馬、そうですね、下がりましたもんね、三冠もどれもね、いいレースでしたけども、うん、そのライバルがいたっていうのもね、一つ大きなことだったかなというのもありますよね。その代わり世代が悪かったと言うしかない、うん、ね、2着続きの馬も出てきちゃいましたね。そうですね、うん、南関東でもね、ミクファイアにこう、あとちょっとという間ヒーローコールもいましたし、ヒーローコールのようなね、ね、そういうね、ちょっとライバルの活躍というのも今後どうなっていくかというのも含めてね、うん、楽しみですけれども、はい、そしてあと2歳戦でいうと、うん、兵庫赤駒賞のまみえみ桃太郎、そう、強かったですね、今回も強かったですよね、うん、何かもしかしたら主張する馬がいたら行かせるような競馬を想定していたのかなと思ったんですけど、うん、はい、やっぱり早かったですし、うん、他の馬たちも、ね、主張しなかったので、うん、もうスピードに乗ってね、うん、でああいう競馬をすると本当に圧勝、前回も強かったですけど、はい、なんかどんどん一戦ごとに強くなってますし、あのハイヒールももこさんがね、はい、名付け親で、お母さんのお名前が美味しそうだったからっていうことでね、そう選んだ馬ということですけど、もう大活躍ですよね。そうですね、もうすでに2つ重賞を勝って、はい、もう本当来年の主役候補、まあ、今年ももちろんまだレースありますけど、話題性もありますけれども、うん、馬も強い、そうですね、ちょっと今後も楽しみな2歳馬たちも登場した今週でもありました。さあ続いてはこちらも振り返らなくてはなりませんね、こちらをご覧ください。8月26日と27日に開催されたワールドオールスタージョッキーズに地方競馬代表として高知の宮川稔騎手が出場しました。晴れの舞台に高知からも応援団が駆けつけました。結果は第3戦の5着が最高で13ポイントの13位となりました。ではレースを終えた宮川稔騎手の声をお聞きください。あのやっぱりね、このような、ね、レースに立てたことを、ね、本当にもう、まあ、もう支えてくださった、ね、皆さんでありファンの方に、ね、本当に感謝の気持ちが、ね、さらに込み上げてきて、やっぱり泣きそうになりましたね、最後終わった瞬間、はい、まあまた本当、まあ、こういう、ね、素晴らしいレースに、ね、出たいなっていうのは、ね、またさらに強く感じましたね、はい、武さんとか、まあ、岩田未来君とかが、ね、すごく声かけてくれて、まあ、いろいろ気を使ってくださってね、まあ、自分は、まあ、すごく助けられましたね、はい、いろいろレースのこと以外でも、はい、あの芝でのレースの、まあ、馬の気分よく走らせるのは難しいなっていうのをね、なんか
知ることができました、はい、なんかもっとイメージはなんか芝の方がダートよりなんかレースしやすいのかなって思ってたんですけど全然逆でしたね。なんかダートの方がなんかレースしやすいのかなっていうのを実感しました、はい、いい経験ができました。いやもう謝るしかないですね。いや優勝とか言ってすごい大きなこと言ってたんでね本当に、はい、ちょっと思ってなかったですって謝ります。いやいや謝るなんてそんなというね、まあ、結果ポイントとしてはちょっとね、13ポイントということにはなったんですけども、でもご本人にとっても本当に貴重な経験に、ね、そうですよ。ご本人はもちろんですけれども、はい、もう周りの応援団もですし、まあ、もう見ていたこちら側も本当に楽しかったですよね、はい、であのエキストラ騎乗、最初のエキストラ騎乗で、はい逃げて粘って4着もいきなり見せてくれましたし、まあその結果というのはねまた時の運などもありますから。そしてここで初めてあの宮川稔騎士の存在を知った方もたくさんいらっしゃると思うので、さらにねまたこう高知競馬の注目度も上がるんじゃないかなと思いますし、9月14日には園田でゴールデンジョッキーカップがあってね、うん、またジョッキー戦ですよ、はい、今年地方競馬のジョッキー戦、はい、2冠ですからね、宮川騎手、うん、3冠あるかも、そっちの3冠も今年見られるかもしれないという、うん、しかも結構大いにありそうな感じもしますからね、 そこも楽しみということですね。まずは本当にお疲れ様でしたというのと、この後の活躍ぶりも期待しております。アタックプレイバック振り返りました。浦和競馬場のパドックでひときわ目につくファッショナブルな面子をつけた出走馬、これは工藤新助厩舎の馬たちです。さあ今回のアタックスペシャルはこんなデザイン面子でファンサービスに一役買っている工藤新助調教師に経緯やこだわりについてのお話を伺ってきました。早速 VTR をご覧ください。何年頃っていうのはちょっと覚えてないんですけど、やっぱりその、まあ、ファンを喜ばせるっていうために、始めたんですけど、まあ、きっかけはあの長谷川、まあ、今の長谷川調教師が最初にピカチュウの面子を作ってたのがきっかけで、まあ、そこからそれを見た時に、あ、じゃあうちでもやってみようかなみたいな感じ で、やっぱりその大井と浦和の昔のお客さんのファン層っていうのが全然違ったんで、やっぱりその若いお客さんを増やすためにもそういうことをやったらちょっとは変わってくるんじゃないかなと思いました。まあハロウィンとか桜の季節とかそういう時期にその生地屋さん行くと、やっぱりその桜だったら桜の生地とかハロウィンとかハロウィンの生地があるんで、そういうのを買ってきて、でバグ屋さんにどういう風に作ってくれっていう風に作ってもらうんですね。こだわりですか？まあ、特にはないんですけど、まあ、例えばその生地によってはあの上下とかあるんですけど、まあ、それバグ屋さんに頼んだ時その生地が逆逆さまになってたりとかそういうのがあって、ちょっとバグ屋さんにあの文句言ったことあるぐらいなんで、でそういう風に言ったらあの年功の型紙までバグ屋さんがくれてあの間違いないように切ってくださいっていうふうに言われるぐらいです、はい、基本パドックではつけてて、まあレースでは外すみたいな感じ。もうパドックからついてないのはいないと思います。はい、まあ今日のフェア名言で使った面カラフルな面子なんですけど、この引き手もカラフルな引き手 で足巻きもちょっとカラフルで左右違う色で使ったりしてます。サヨのグローリーなんかは最初買った時があの、まあ、鬼滅の刃の炭治郎の面子だったんで、そのままじゃあ行こうかということで、もうサヨのグローリーに関してはもうずっと鬼滅の刃の炭治郎柄のですね、はいジーバロです。はい、使わなくなったのもあるんで、まあ100枚は超えてますね。まあ、とりあえずそうですね、浦和のパドックも広くなって、
9月の開催から近くで見れるようになるんで、まあ、ぜひうちの駆動厩舎のメイクを間近で見ていただければと思います。はい、よろしくお願いします。アタック。はい、駆動調教師のインタビューを見ていただきましたが、そして今日はスタジオにもね、最初から飾ってあったんですけど、中川さん、こちらは。はい、実際に使っている麺粉をお借りしてきました。はい、これね、デザインもこういいですね、はい、ね、これはあのさよのグローリーが先日の重賞を勝った時もつけていた麺粉です、ね、この滅の文字もちゃんと入ってこだわりがね、感じられますけど、鬼滅の刃スタイルの麺粉ということですね、うん、ちょっといいですか、僕も、はい、だって重賞勝ち馬の麺粉ですよ、めちゃくちゃ貴重ですよ、はい、ちょっと当ててみていいですかこんな感じ僕今さよのグローリーの気分です。いやいや、見えてない、見えてない。いやでもこれいいですね、本当にちょっとパドックで見ててもね、やっぱり面白くなりますけど、うん、そして他にも今日持ってきていただいたものがあって、こちらちょっとスタジオの後ろにも置いてあるんですが、これがね、中川さん、はい、ちょうど麺粉のところにつける、まあ、そうですね、あのおでこのところにつけているマスコットなんですけれども、うん、こういうものが落ちないように、はい、しっかり縫い付けて、うん、万が一落ちてもこう柔らかい素材を使って、うんうんうん、馬の足の負担にはならないようなものも素材を使っているそうです。なるほどね、だからこういう感じで麺粉のちょうど耳と耳の間のあたりに普段はついてる。だからオリジナル麺粉を作って、うん、さらにオリジナルのマスコットをこう季節ごとに変えてるってことですよね。そうですよ ね、もう工藤調教師自ら縫い付けてるらしいですからね、うん、器用な方ですよね。本当ですね、うん、自らね、生地屋さんに買い物にも行かれてなんて ねすごいですよね。バグヨさんとね、結構やり取ってるっていう話がありましたよ ね、 ね、これでも本当に毎回僕らも楽しませていただいてますけど、ね、楽しみですよ ね本当どんなの来るのかな、うん、今年の夏はとか思いますもんね、うん、毎回ね、アイディアがすごいですよね。ですよね、かみさん、でもファンの方も嬉しいですよね、こういうの見られると。そうですね、で、うん、やっぱり直接見たくなるの で、はい、で浦和だとね、パドック近くで見えるので、うん、本当にファンの方もこれを楽しみにね、はい、いらっしゃる方多いですし、うん、あと初めてあの競馬場に来た方とか、うん、あと親御さんとね、一緒に来たお子さんたちも楽しめると思うので、うんうん、そうですね、すごくいいファンサービスですよね、うん、本当ですね。実際あの浦和競馬場でもあの年配のあのおじさまファンの皆さんもおっつって見てたりとか、若い世代の方も写真撮ったりとかしてるんで、本当毎回注目されてますよね。そういう意味でもまだまだね、注目というところもあると思いますが。そうですね、ファン層を広げてると思います。そうですね、ちなみに、はい、次走はゴールドカップを予定していまして、もしかしたらその前に使うかもしれない、うん、ということですね。はい、うん、さよのグローリーのこの麺粉もまだまだ見られると思います、はい、その時おでこは何バージョンでるか楽しみです ね一生懸命駆動調教師がこう縫ってる姿を想像しながらパドックを見てほしいと思います、ね、そうですね、でもね、こうしっかり安全面にも配慮してる、うん、っていうところはさすがですよね、うん、そうですね。そしてあの駆動調教師はあの今日がお誕生日ということみたいで、おめでとうございます。おめでとうございます。あのまた次回の新作も楽しみにしておりますので、ハードル上げちゃいけませんね皆さんもぜひあの浦和競馬場のパドックにね、あのお越しの際にはこの麺粉注目してみてください。パドックも新しくなりますから、もしかするとより近くで見られるかもしれません。アタックスペシャル、駆動厩舎の麺粉特集をお送りしました。続いてはアタックカミングレーシズのコーナーです。このコーナーでは日曜日にグリーンチャンネル地方競馬中継で放送するレースの展望をお届けしていきます。まずは明日以降の JRA のインターネット投票を使った地方競馬の発売日程から確認しておきましょう。日曜と土曜は即パッドと A パッドで、火水木は即パッドで購入可能です。日曜は水沢、金沢、佐賀、火曜は門別、水沢、大井、金沢、名古屋、水曜木曜は門別、大井、名古屋、園田、土曜は高知のレースを発売予定です。展望レース最初はこちらです。はい、水沢競馬場で行われる小塚田賞です。小塚田賞にアタック。
岩手競馬の三冠最終戦小塚田賞、距離は 2000m です。牝馬のミニアチュールが三冠制覇に挑みます。それでは参考レースを見ていきます。まずは6月11日の東北優駿です。はい、南関東からの移籍初戦だったロッソナブアが一番人気だったんですが、終わってみればミニアチュール強かったですね。直線しっかり抜け出して2冠を達成しました。この後ひまわり賞も勝って岩手7連勝、メンバー的にも3冠濃厚でしょう。2冠達成ゴール。続いては8月6日の山彦賞です。はい、佐賀からの移籍初戦だったルーンファクターが最後方から長くいい足を使ってまとめて差し切りました。ただひまわり賞と比べると時計が平凡なところはちょっと気になりますね。リッキーナイトはスタートが響いて11着、五分に出れれば巻き返しもありそうです。小塚田賞の参考レースご覧いただきました。では3人の印をご覧いただきましょう。こちらです。はい、まず中川さん、ミニアチュール、はい、はい、ね、女の子なんですけれども、うん、強いですよね。もうここは、まあ、しっかり勝ってもらって、うん、まあ、次に進んでほしいなとは思いますね。三冠とっても次へってことですね。そうですね、はい、中川さんはミニアチュール、赤見さんもそうですね、うん、もう迷いなくミニアチュール、はい、今年4頭目の三冠馬が誕生するんじゃないかなと期待してます。ただね、はい、2着争いは結構もつれる可能性もあるかなというふうに思って、あ、まあ、私はリッキーナイトに期待しました。はい、小坂井さんは僕はリッキーナイト、はい、本命ですね。ちょっとあの諦めきれないところもあって、うん、前回はねスタートがちょっと後手でなかなかね競馬させてもらえない感じもありましたんで、巻き返し期待してこちらを本命にしたいと思います。まずは小塚田賞の検討でした。展望レース続いてはこちらです。はい、金沢競馬場で行われるサラブレッド大賞典です。サラブレッド大賞典にアタック。今年で58回目を迎える伝統の一戦、サラブレッド大賞典、3歳馬による 2000m 戦です。では参考レースです。まずは8月6日トライアルの石川モンカップです。はい、一番人気ダイヤモンドライン、勝負どころで外に切り返すと直線はいい足で伸びました。安定して力を発揮してくれる馬ですね。これまで重賞では2着が4回、賞がたっぷり不在の今回は決めたいところでしょう。続いては7月25日 A2 の特別戦です。はい、初めての小馬との対戦だったノブノビスケッツ、中段からよく伸びて自分のレースはできたんですが、勝った馬が内をついた分2着でした。重賞2勝の実績馬、ここも注目です。3頭固まったわずかに内かゴール。サラブレッド大賞典参考レースをご覧いただきました。ここも3人の印まとめてご覧ください。こちら、はい、まず中川さん、ダイヤモンドライン本命ですね。はい、やっぱり生姜たっぷりが不在となれば、うん、自在に立ち回れる強みを生かしてほしいですね。うん、そうですね、やっぱりね、ちょっとこの馬もやっぱり強い馬相手にっていうところありましたもんね。そうですね、うん、頑張ってますからね。そうですね、うん、ぜひここでというタイトルね取ってほしいという意味でも本命ということですね。赤見さんはノブノビスケッツ。そうなんですよね、生姜、うん、たっぷりがいないとこの馬のロングスパートがはまるんじゃないかっていうイメージがあって、で、まあ、ここで重賞3勝目、はい、ただ2000メートルが鍵かなというふうには思ってます。はい、小坂井さんはダイヤモンドライン、はい、ダイヤモンドライン、ね、レインボーラインの子供でぜひ、ね、大きなところもと思うんですけど、はい、僕ね実はボストンコモンとも本命迷いました。この馬もいい足あるのでちょっとボックスかな。ボックス、いろいろ考えて弱気な予想になってしまいました。はい、トアミじゃん。トアミですか。やってきますか、浅野さんの先週のコース。トアミかもしれない、ここが。はい、どうなりますか。はい、サラブレッド大賞典の検討でした。さあ、展望レース続いてはこちらです。はい、佐賀競馬場で行われる九州ジュニアチャンピオンです。九州ジュニアチャンピオンにアタック。2歳馬による 1400m 戦九州ジュニアチャンピオン、ネクストスター佐賀のトライアルとして例年よりもおよそ1ヶ月早い開催となります。それでは参考レースです。
まずは8月12日トライアルのデネブ特別です。はい、一番人気ムーンオブザサマー、4コーナーではすでに楽勝ムードだったんですが、鞍上の川島拓騎手、直線もしっかり追って最後まで気を抜かせませんでした。この先のことを考えた騎乗で今回も中心だと思います。続いては8月13日小倉のフェニックスショーです。はい、グッドタイミングトゥールリー、最後までしっかり足を使っていましたし、フェノーウルフは前半スピードを見せました。強い馬たちに揉まれていい経験になったと思います。地元のダートに戻ってどのくらい成長しているか楽しみです。シカゴスティング五輪、九州ジュニアチャンピオン参考レースをご覧いただきました。ではここも3人の印まとめてご覧ください。こちら、はい、ここはムーンオブザサマー3人とも本命となりましたが、うん、中川さん、仕方ないですよね、うん、前哨戦のあれだけの強さを見てしまえばね、ここは軸は硬いんではないかと思います。硬いということですね、うん、赤見さんも硬い、やっぱりそうですね、うん、やっぱり前走あの圧勝であそこまでしっかり追ってるというの、はい、本当に先々を見据えてる馬だと思うので、うん、まあ、ここはちょっと負けられない一戦ぐらいのイメージで、ただここもね2着争いがね難しいんですよね、うん、はい、まあ、前走遠征組を私は、はい、重く取りました、うんうんうん、はい、僕はそうですね、やっぱりムーンオブザサマー強いと思うんですけど、うん、確かに相手ですよね、はい、ウルトラの星も一戦一勝ですけど、うん、前回の、ね、デビュー戦勝ち方良かったのでこちらを対抗にしてみたんですが、こここそトアミじゃない、そう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 全部印そうですよね、はい、浅野さんだったら全部三角かもしれないですけどねいないのにネタにされる浅野さんということなんですけど、九州ジュニアチャンピオンの検討でございました。では改めて発売カレンダーの確認です。明日からの1週間ご覧の通りです。全国の熱戦をお楽しみください。そしてグリーンチャンネル地方競馬中継の放送予定は、はい、明日日曜日は水沢の小塚田賞、金沢のサラブレッド大賞典、佐賀の九州ジュニアチャンピオン、5日火曜日はヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド大井、6日水曜日は大井の東京記念、7日木曜日はヤングジョッキーズシリーズトライアルラウンド園田と大井のアフターファイブスター賞を中心に放送予定しています。アタック地方競馬、そろそろお別れの時間です。今の放送予定見ても分かると思いますが、中川さん、本当来週南関東大注目レースたくさん、てんこ盛り、本当ですね、はい、うん、東京記念もアフターファイブスター賞もありますけど、そうですね、うん、東京記念はもう聖火メトロポリス、おね、え、楽しみですよ ね、 すね、久しぶりのレースですけれどもね、アフターファイブの方はどうですか、ちなみに私は注目はギシギシ、ギシギシそうですね、なんかこの番組で聞いちゃっていいのかなこっそり教えてもらっちゃいましたけど、言っちゃいました、でも本当 JBC に向けてもね、うん、大切な戦いというのが来週もね、続いていきますし、あと秋桜賞も中継ではありませんけどもね、火曜日に名古屋競馬場でありますが、白山アマゾネスが遠征します、ね、うん、前回も強かったですけどね、楽しみがもう毎日ぎっしりですよ ね、 ますね、本当です ね、 ね、秋に向けて本当 JBC に向けて秋競馬に入っていくシーズンになりますので、来週の地方競馬も皆さんぜひご注目ください。さあ、今日のゲストは中川明美さんでした。今日もありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら、さよなら。